星が翼ハート日、我々はようやく落ち着きを取り戻した。打ち上げられたものを拾い集めた。塩味のチーズ、塩味のジャガイモ、塩味のパン、などなど。思いのほか、多くのものが打ち上げられた。これならしばらくは生きていけそうだ。船の残骸を集め、小屋を作ることにした。亡霊たちに船を壊されたマリオたちでしたが、奇跡的にトロピコアイランドに流れ着いたみたいです。ヒゲ船長。なんだ？他の船員も無事みたいだな。汚ねえ小屋ですが、なんとなく完成しやしたぜ。こっちに見に来てくだせ。島の謎生物をとりあえず叩くな。こいつメロンパン落としたわよ。これメロンパンじゃない、タンコブだって。タンコブって回復アイテムだったのか。ヒゲ船長、マルコさんとコンポビーさんが大変です。ええ、めんどくさいことじゃないといいんだけど。ちょっとちょっと、こんな状況で喧嘩なんかしたら、大抵二人とも死ぬぞ。むむむむ、むか、この爆弾野郎、こっちへ来い、決闘だ。ドカンと爆破されたら相打ちになるでしょうね。もうやめなって、これだから男子ってやね。せっかく暇までこれ頼みなにしてんのよ。あ、仲直りしてる。ひひ、ヒゲの船長、またお化けたちがうようよ出てきたんだよ。いやいや昼間だよ今。昼間にお化けって。まマリオくん、め、命令だ、お化けたちを追い払ってくれ。え、こいつら倒せるの？お化け倒せるみたい。あいつら島にまでやってきてなんだって言うんだ。ということで島の調査をマリオが半ば強制的に任されることになりました。そう、このお化けどもめ。この声はもしかして。あ、バレる、無事に島に上陸していたんだ。お、そこにいるのはマリオ、お前も無事だったか。ごめん、すっかり忘れてた。そうだと思った。え、この二人って、ベクターも。え、バレルさん、一体何をするつもりですか？ここはわしに任せてその隙に逃げるのだ。バレル、なんて正義感の強い仲間思いのやつなんだ。どこぞの誰かも見習ってもらいたいぜ。うおー、逃げろー。見習え。いったー、何すんだよ。バレルさんも言ってくれてます。一旦ここを離れましょう。待って、ボム兵といえば自己犠牲、嫌な予感がするんだけど。バレル、早まってはダメよ。マリオならお化けを倒せるんだから。ごめんなさい、バレルさん。まあ確かに極限の状況じゃ自分の命第一になるかもな。ちょっと、あんたもどさくさに紛れて逃げるんじゃないわよ。戻ってきた。ところで画面を見ている君。すでに私の正体はバレバレだと思うが、マリオには内緒だぞ。マリオも気づいてるだろ。バレルは？無事かな？嫌な予感しかしないんですけど。むむむ、伝説の船乗りと呼ばれたこのわしももはやこれまでか。この声は、まだ生きているわ。急いでバレルを助けよう。お化けども、何をやってんだ。もしかして木の上のバレルを襲おうとしてたとか？何の恨みがあるのかわからないけど、ここで強制成仏させよう。悪用大罪、もう許さしないで。強い、一撃じゃない。おい、バレル、もう大丈夫だよ。これが大丈夫じゃなさそう。おう、マリオか。どうやら奴らからのダメージが大きかったようだ。マリオよ。最後に一つだけ言わせてくれ。このわしを再び海に連れ出してくれてありがとう。え？何？助かったのにもうダメなの。ただ心残りは、船に置いてきたあのボトル、ヴィンテージレッド。この島にたどり着くことができたら飲もうと決めていたスカーレットとの思い出の一本なのだ。確かわしらと一緒に流されてくるのを見たからこの島のどこかにあるはず。あの世に行く前に一口だけでも飲みたかごほ、へは。わかりましたよ、探してきますって。ああ、ヴィンテージレッド。みんな、ヴィンテージなんとかって知らない？え、何？ヴィンテージレッド？そんなものあるわけないでしょ。それがないとバレルがあの世に行けないんだって。ない方がいいじゃねえか。それなら仕方ない、せっかく拾ったボトルだがバレル君にあげるとしよう。もともとバレルのものなんだけどね。ただし、このヴィンテージレッドも私、じゃなくて我々の大事な食料なのだ。だから代わりに君が何か食べ物を見つけてくれたまえ。おい雑用じゃねえんだぞこら。仕方ないので食べ物探しの旅に出ました。あ、ヤシの実でもあげれば喜ぶんじゃない？うまいもんじゃなくても食べられるからこれでいいだろ。はい、ボトルと交換だぞ。はい、持っていったまえ。やったー、いただきます。渡せ、バレルに渡せ。冗談だよ、はい、どうぞ。おお、懐かしい香り、お前、持ってきてくれたのか。
爆発しそうなこのうまさ。冗談に聞こえない。まるで海の神様がわしの最後のわがままを聞いてくれたようだ。もう思い残すことはない。お前には世話になったな。え、本当に死んじゃうの？これで天国のスカーレットに会える。そんな、バレルさん、まだ行くのは早いわ。さ、ら、ば、だ。皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみうつ主のミーです。先日、視聴者さんから素敵なプレゼントをいただきました。いつもお手紙やプレゼント本当にありがとうございます。温かいコメントや手紙をもらうと本当に嬉しいわよね。とても励みになります。皆さん、僕へのラブレターも絶賛募集中ですよ。送らなくていいですよ。ということで本日もおなじみ、キュウリーワールドを実況していきたいと思います。前回は本気のクッパと戦っている途中だったよな。も、戻りたくねえ。それじゃあ続きからやっていきましょう。準備が。マリオさん、私から落ちないように気をつけてくださいね。気をつけるよ。そんなヨッシーみたいなやつに乗ったところで無駄だぞ。どうしてもこの辺りは陸が少ないからプレッシーに頼らないときついね。そうだな、攻撃が激しくなってるから、のんびり泳いでいたらすぐに当たっちまうぜ。炎が来るわよ。危なーい。そう、火炎放射は反則でしょ。でもプレッシーから落ちないだけマシね。てっきりプレッシーが逃げちゃったかと思ったよ。私は火炎放射ごときじゃ逃げ出したりしませんよ。ほんと君は頼もしい相棒だ。どこかの緑の恐竜もこれくらいのタッさを見習ってもらいたいね。なんかヨッシーと会うのが怖くなってきた。逃げろ逃げろー。おいマリオ、逃げてばかりじゃダメだろ。このままじゃあのお父さんを止められない。そんなこと言ってもな。猫社員を見つければ撃退できるよ。まあそうなんだけど、ここにまだ猫社員ってあるのかな。絶対あるだろ、探しに行くぞ。そうはさせるか。何？うわあ、ダイレクトアタック。こいつこんな近寄ってきてたの。じゃあ、変態、来ないでー。誰が変態じゃ。仕方ない、本気で探すか猫社員。マリオさん、くれぐれも気をつけてくださいね。せっかくだからクッパしか壊せないブロックを壊してもらおう。あ、透明度感が現れた。どこに通じているのかしら。まさかの上空。あ、この先に猫社員あるじゃん。マリオのバネ力が求められるわよ。やっくー。ナイス着地。もう一丁。ここだー。うまい。あと一回だよ。いけー。さらばクッパ。うわー、おのれ、猫社員ね。だがこれも一時しのぎ、またすぐに来るからな。確かに追い払えたけど根本的な解決ではないんだぜ。あいつが二度と現れないようにもう海の木図にするしかないわ。言い方が怖い。ああ、疲れた。マリオさん、よくぞご無事で。とりあえず追い払ったけどまた来るんだろうな。お父さん、相当寂しいんだろうな。寂しいなら僕じゃなくて違うところに行ってもらいたいんだけど。マリオに構ってほしいんだよ。気持ち悪。さっさとぶっ飛ばして二度と来ないようにしてやろう。思い出したかのように子猫ちゃんのところにやってきました。早く返してやれ。ん？なんかあの遊具動いてない。ほんとだ、あれに乗っていけばお母さんのところに行けるんじゃない？よし、あれに乗ろう。どうやー。ナイス着地。あとはこの遊具船に乗っているだけ。上落。おい、この雨は。頑張ってここまで運んだのに。いや頑張ってはないだろ。本当に来るの、今来る。クッパを無視して進むか、ここは一旦中止するか。カメが怖いかもしれないけど猫ちゃんおとなしくしててね。ん？忘れてた、この猫どもクッパに共鳴するんだった。仕方ない、子猫はいなかったということにしよう。ちっせえなこいつ。ほら火炎放射。あっつ、くなーい。本音出ちゃってるわ。お前が何と俺様を追い払おうと無意味なことだ。そんなことはない。この小さなストレスの積み重ねがやがて大きな怒りになるんだ。相当ストレスが溜まっているようです。悪霊、退散。小賢しい、またすぐに行ってやるからな。本当にすぐに来ました。大丈夫、この短い時間で猫社員の場所を見つけておいたから。マリオにしては賢い行動だな。僕は意外と頭を使ってこのステージを動き回っているのさ。偶然見つけただけだろ。さあプレッシー、一仕事してもらうよ。もちろんです、行きますよ。お、かなり近いところにあった。悪霊、またまた退散。この島の猫社員はこれで最後だぜ。
これでもう追い払う手段が戦う以外なくなったな。ふん、戦っても僕に勝てないくせに。ひとまずここの社員はコンプリート。もう雨降ってる。ちょっと休憩しようとか思わないのかね。まだこのマグマの島には社員が残っている。ギガベルがこの近くにないから必死で社員を探すしかなくてほんときついぜ。ほんとね、クッパが来る間隔も短いし大変よ。それでも諦めるもんか。やったー、これで追い払える。あ、あの灯台の下にも猫社員があるじゃない。今度はあの猫社員を取りに行くぞ。おい、ギガベルが何か言ってるぞ。え、どうしたのかな。怪物は怒り狂っている。もう猫社員の輝きでは抑えられぬ。何抑えられぬって。ギガベルがお手上げだったらどうやってあのクッパを倒せばいいんだ。そういや猫社員を取ったのに帰ってくれない。うわあ、どうするんだよ、これじゃあ何もできない。落ち着け、こういう時こそステイクールだ。そんなハテナボックスをかぶってる人に言われてもな。とりあえずめげずに社員を集めよう。絶対無駄にはならないはずだ。そうだね、何もしないでいるくらいなら社員を集められるだけ集めよう。ギガベルがサジを投げたって、私たちは諦めないわよ。クッパの怒りを何としても鎮めるんだ。みんな普段はダメダメなのに。よし、僕もお父さんのために諦めないぞ。